ルフィ、寿司食うぞ。女二人は俺の隣に座れ。フランキーはどっか行け。海賊や島はそれくらいするやろ。ジンベイは流れてきてるやん。フンガキーってどう見ても味方サイドのキャラデザじゃないよな。サンジが皿取るだけのかかり。ジンベイに配慮しろ。フランキーはしゃあないやろ。皿貯めて一気に投入するタイプかよこいつら。飲食店内にペット入れてんじゃねえよ。よそかす3人分の席陣取ってて草。一人だけほんまに別のところで草、かわいそう。ゾロ行儀よくて草。ほんまや、一番行儀よくて草。サンジは格安寿司のしょぼさに愕然としてそう。なんか目が悲しそうやな。ビッグラボン当たりすぎやろ、イカサマしたやろ。ゾロが売れないバンドマンみたいになっとるやん。さすがにペットと遺体とロボ持ち込むやつはできんにしろよ。むちゃくちゃやってて草。ゾロとかいうただの真面目でいいやつ。ジンベイ船降りたんやな。フランキーは天下物こだわらなそうやからしゃあない。ルフィって橋使えたんだ。まあフランキーの横は嫌だな、肘がすげえ邪魔そう。チョッパーが詰めれば座れる定期。ルフィは手伸びるんやからレーンから遠い席座れよ。ヨッピー子供なんやからレーン横でビッグラポンやらせたれや。ゾロの育ちの良さが隠しきれてない感。ゾロさんは育ちも悪くないし悲しき過去もないだけあってやっぱ行儀ええな。親戚の集まりに来た中学生みたいでちょっと面白い。絵柄昔っぽいなと思ったらストロングワールドやん。みんなちゃんと箸で食ってるのくさ。サンジとウソップの座る場所がリアルで辛い。